はい、リクエストです。キャフェヌパリーブーキャフェブーブーヌブーキャフェヌパリーブ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 ーっていうのは バターのことブーブールまあ日本語でブールブー、キャフェヌパリのバター、ブーヌキャフェヌパリブールキャフェドパリ、キャフェドパリっていうのは、まあパリのカフェなんですけど、パリにもキャフェドパリ当然キャフェがあります。皆さんのキャフェというとお茶を飲むキャフェじゃないんです。まあお茶を飲むとかサロンとかね、サロンドテとか、キャフェドパリっていうのはもう歴史とした、レストランで、皆さんまあレストランのカテゴリーね。キャフェ、ビストロ、一つ星、二つ星、三つ星ってあるんです。ですから皆さんのビストロっていうのはねよく聞くじゃないですか。でもキャフェ、キャフェドレストランとかね、キャフェドパリっていうのは、もっとカジュアルな、もっと気さくに料理を食べてっていうのを、よくキャフェっていう我々ですから、キャフェっていうのは、キャフェっていうフランスで言ったらもう食べ物屋さんです。皆さん間違わないように、お茶はサロンドテ、サロンドテってことで、その、これはですね、スタッフからの情報を聞くと、僕はてっきりパリのど真ん中、よく我々お茶をしてた、パリのど真ん中のキャフェドパリというふうに思ってたんですが、なんとスイスのジュネーブって言ったら、あなたごめんなさい皆様、私が二十歳の時に、ジュネーブの、日本軍縮大使の、大使館の国長に就任したところです。キャフェドパリってあったかな、ジュネーブに、スイスのジュネーブで、キャフェドパリというレストランでこの、キャフェドパリブーバターですね。でこれはどういうのかな、いわゆるバターで、ステーキにはとにかくその、キャフェドバター、キャフェドパリバターっていうのはもう必ずつきものです。ですからマスタードとかねつけて食べるんですけど、この、ブードキャフェドパリで食べるっていうのが、まあ、基本中の基本でございます。そういう簡単っていうか、フランスの本当にスタンダードな、なんていうのか、ソースバターっていうのですかね、のご紹介いたします。はい、材料です。まず、はい、こんなたくさんバターね、バターですから、ニンニク、ケッパー、マスタード、これディジョンです。そしてレモン汁、玉ねぎのみじん切り、カレー粉、ウスターソース、まあ、この辺はちょっと微妙ですね、まあ、入れても入れなくても、まあ、風味付け、あと生クリーム、そして必ず入れるのがこのパセリですね。パセリ必ずです。そして、香草、今日は香草はこういうパックで売ったセージ、ローズマリー、タイム、まあ、このようにして売っておりますので、これをちょっと入れます。そして、今日はステーキ、ステーキにこのバターをのっけます。アンガスビーフ、オーストラリア産アンガスビーフですね。これ2つあったよね、2つで、これ1個ですけど、今日1個しか、2つで1153円、ね、のランプっていうのは皆さん電気じゃありませんよ、失礼しました。桃です、桃、ランプ、ジゴが何ですか、一番こう硬くて、硬いのが好きですから、硬くて締まって味があるということで、よくランプステーキですから、まあビストロと違ってキャフェですから、こういうランプをよくよく使います。全部入れちゃうんですよ。まず分量のバターね、バターたくさん入れます。ニンニクはみじん切りか、
今日はすりおろしております。ケッパそしてマスタード、マスタードがなければからしでも結構です。そしてレモン汁、玉ねぎのみじん切り生です。そしてカレーパウダーこれ好みです。あとウスターソース、ウスターソースがなければ、醤油でもバッチリです。そして生クリーム、そしてパセリ、もうあのパセリが入るっていうのが、ポイントですね。必ずパセリが入ります。あのまあうんね、パセリは本当によく使うんですよ。でこうやってしぞれっていうんですね、こう全部茎意外と皆さん捨てちゃうじゃないですか。しぞれにすると全部使います。そして、ローズマリー、枝も一枝で十分です。そしてタイムはちょっと香りがいいので、この枝もねちょっとあの硬いんですけど、枝もよくこう切ってあげるとで、こういうあのハサミっていうのはあの非常に便利なんです。そしてセージね、ハサミだと全部入っちゃいます。そして、塩コショウ、黒いコショウ、白でもいいんですけど黒いコショウ、なぜかというとこのランプにも白いコショウ、ちょっとあの気持ち多めに強火でソテーするので剥がれるので、はい、これステーキにします。はい、それでは、最初グイングインとまずこれであのなじませてください。これは必ずいいですか、皆さん必ずあの冷たいバターでやってください。バターが、緩いとこれあのこのバター、ブードキャブードキャフィドパリになりませんので、必ずあの冷たくしてやってください。でバターがこれ熱を持って自然にあの緩くなりますので、はい、これで出来上がりですこれでよいしょ、前この歯で手を切ったのですごいんですよ。これちょっと触っただけでピコッと切れちゃうんですよ。すごいものですよね。はい、これがね、これパセリのこの色ね、この色が、はい、味を見ます。お、あ、もう完璧ですねバッチリなソースです。はい、これで出来上がりです。こういうクッキングペーパーによいしょ、よいしょ、これは器に入れて、はい、我々こうやっていいですか、こうやって
ぐるっと。丸くするんです、皆さん。こうやってね。そして端をギュッと。ギュッと。あまりすると切れますので。で、これを冷やして固めます。中火で、もも肉ランプステーキを焼きます、オリーブオイルを入れて、ちょっと強火にします、基本的に僕はお肉はミディアムレアで、いただくので、ランプステーキも、ミディアムレアで、まあ皆さんミディアムかちょっと火を通すか、このランプステーキがどうして皆さん好きかというと、ほとんど脂身がないんですね。ですから、アメリカの人とか、ヨーロッパの人はほとんど脂身の持っているものは、好まないです。もう赤い肉。はい、それでは今のこの音ね、こうジューッとした音、このジューッとした音が出ないと、美味しくありません。この音です。お肉はこうやってこう厚みを持たせて、でこうやって押してあげると自然にこう丸まりますので、この丸フライパンを、そして全部の側を焼き色つけます。よいしょ。こっちの側もね、こちらの側も焼き色つけました。はい、そしてこっち側の側も焼き色つけます。またフライパンが、丸まっているので、こうやってこう、丸まっているところを利用して、だからフライパンって丸いんですよ、皆さん。はい、全部焼き色つけましたら火を弱めます。中火の弱火です。そしてはい、いつものようにかすげて油を上からアロゼですね、油をかけてじんわりと焼き上げます。はい、反対側もこうやってアロゼっていうのってしっとり上がります。それはフランスのシェフがみんな必ず、カフェであろうがビストルであろうが、ミシュランの、星付きであろうが必ず皆さんやります。はい、だいたいミディアムレアです。じゃあ、火を止めて、じゃあはい、先ほどの、カフェドパリオブーアブードカフェドパリね、固まっております。はい、こうやって丸めて固まっております。じゃあ盛り付けします。先ほどの熱々のお肉にこうやって、よいしょよいしょ、紙を切って、そしてあとはじんわりと、バターが溶けてきたところを食べます。はい、皆さんね、このポーズ、
よくあの皆さんこれから、コロナが明けて、ニューヨークだとかロンドンとか、パリに行ったら必ずこのこういう、キャフェブードキャフェドパリ乗っかったお料理が出ますので、それを見たら、あのバターのソースだと、覚えておいてください。ではいきます。ミディアムレア、おお、まあミディアムレアの我々あのセニアンって言うんですけどね、この、ミディアムレア、よいしょ、はい、そしてパリのバター行かしていただきます。顎が、あの神様はどうして我々に歯を与えたかね、硬いものを噛み締めるために歯を与えるんです。そして噛み締めて、そこからこうエキス、旨味ですよね、それがよく噛んだとご褒美なんです、実はね。ですから、子供がね、こう生まれますよね。で最初はあの目が見えません。でも一生懸命母親の、あのお乳をこう吸うんです。一生懸命吸って、でそのお乳が出て、でそこであのその一生懸命吸った、そのご褒美として、その、美味しさ、栄養分が子供に与えられるんですね。そこで、人は一生懸命やるとか、頑張るとか、我慢するとかということを覚えるんですね、皆さん。ですからこういう硬いものを食べると唾液も出ますしね。でよく噛むことによって、消化もで うまみも出ますということで、今日合わすワインは、フランスブルゴーニュ、ジャン・フルニエ・コーツ・ド・ニュイ・ビラージュ・ピノ・ノワールでございます。でコートズヌイ、よく僕も畑に来ました。ああ、すごいバラの香りがします。あとうっすらとクランベリー、イチゴの香りもします。素晴らしいエレガントな、赤です。それではこのまあ、これ バターって言いますか、バターソースって言いますか、あの我々あのお肉を食べるときにすごく日本の和牛はこうサシが入ってこうトロッとしてますよね。でもどうしてこういうバターをこうたくさんソースで使うかというと、ヨーロッパ、フランスの、特にフランスの牛肉は赤肉なの でこのバターで補うと。そしてよく噛みしめるということで、ぜひあの皆さんあのご家族であの
お子様なんか硬いの嫌なってじゃなくて、よく口の中で30回も40回も50回もこう噛み締めるんです。そうすると柔らかくなって唾液も出てスムーズに食道を流して消化も良くなると。そして何よりそのお肉のエキスがたくさん出てきますから、それがご褒美で、ああ美味しいなというのをぜひ食育の一環で、子供たちにも、教えてください。グーです。どうぞ。グーです。あ、間違えました。グーです。どうぞ、トライしてみてください。最高です。